はい、始まりました。はい、皆さん、はいはい、こんばんは。サイキックラバーのボーカル、ヨッフィーです。はい、こんばんは。ギターのジョーです。はい、ということで始まりました。始まってませんか？始まってるんでしょうか？始まってますよ。今からやる感じ。こんばんは。はい、こんばんは。イエーイ。はい、ということで、無事始まった模様です。サイキックラバー TV シャープ26。はいはい、うん、今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけでですね、はい、先日サイキックラバーのワンマンライブがありましてですね、はい、有観客配信両方とも同時中継ということで、ね、まあ、サイキックラバー初の、同時ダブルスタンダード。ダブルスタンダード違うな、両輪、あ、皆さんこんばんは、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 ね、ありがとうございます。有観客、はい、ね、終わりまして、見に来てくれた方いらっしゃいますか？この中にも ね、 もうね、いると思いますよ、ね、配信で参加いただいた方やですね、はい、ライブハウスに足を運んでくれた方、どうもありがとうございました。本当に、ね、これさ、すごくない？あのさ、うん、あの生で見て、その生のと何も加工も何もされてない、そのものが家帰って配信で見れるってすごくない？うん、普通さ、ね、DVD とかでなんか例えば MC がカットされたりとかさ、はい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 、曲がカットされたりとかしたものを後で見るじゃん。そのままね、しかも数ヶ月後ぐらいにさ、うんうんうん、そのままが見れるってこれすごかったですよ。なかなか、だからどうだったんでしょうね、はい、実物よりも画面越しが良かったみたいなこともあるのかもわかんないですね、もしかしたらね。いやいや、まあ、ね、でもまあ生音を肌で感じてもらったどうだったライブ自体。いや、あのね、はい、なんだろうな、やっぱり、うんうん、その今までのコロナ禍前の有観客と今のね、このコロナ禍を味わってからの有観客っていうのは全く違う意味を持つ、いやだからライブだなっていうことがね、だから当たり前のことが幸せなんですよ。なんでもないっていうね。いやいや、もうなんか、うん、あの歌を歌ったジョージさんの気持ちがすげーわかるなっていうライブでした。まあ、まあそうですね、本当に。まあちょっと今コメントにもね、うん、最近忙しくて前回のサイキックラバー様たちのライブを見ていないので、残念です。あ、そうか、まあ、最高でした。毎日配信見てます、うん、そう、まあ、配信ね、なんならあれだよね、これからあの配信のねチケットを買っていただく方もいるんでしょうかね。そうなんですよね、30日までですよね、うん、配信ね、確かね、30日の夜に夜まで、ね、はい、見れますので、はい、30日まで、はいはいはい、ぜひぜひ、はい、というわけでですね、現地行って楽しかったです。押しました。ああ、この放送ね、ありがとう。はい、ワンマンライブ最高にかっこよかったです。あげあげあげ、ありがとうございます。配信も見てます、こんばんは、嬉しいですね、本当にね、どっちも良さがあってよかった。だからあれだね、来てくれたにもかかわらず配信もちょっとね、チケット買っていただいて両方とも見ているっていうこともあるんだね。そうだね。ジョーさんまたふっくらされた？ふっくらしたかな、俺頑張ってんだけどね。してますしてないよ、してます。俺すごいよ、今日なんて一食目サラダだからね、サラダ食ったからね今日。こんばんは、ライブ最高でした。葉っぱ食ってたね、虫のようにね、なんかね、久々にちょっと食いたくなっちゃって、うん、あとさ、あれじゃん、はいはい、まあいつもよりは少なかったけれど、はい、あのチェキのね、うん、撮影会にも、はいはいはい、参加してもらって、なんかああいう空気もなんかいいなって思った、うん、本当に。いやー、本当ね、うん、本当だよ ね、配信視聴組、視聴組で楽しませていただきました、うん、映像も音も素晴らしいクオリティでした。ありがとうございます、よかったです。いいね。ジョーさん、ダイエットはどんな感じですか？78キロから68キロまでに落ちて、うん、70キロ前後をうろうろしてます今ね、なかなかさ、行きそうで行かないで今年終わるんじゃないの、やっぱりね、3ヶ月ぐらいでバッと落ちるんだけど、10キロ落ちるんだけど、そっからのやっぱこう次のステージが難しいですよね。でも頑張ってますよ、あの暴飲暴食とかしてなくて、うん、ちゃんと時間も守ってやってますよ。まあ体が軽いですよ。会場ならではの音圧と雰囲気、配信ならではのアングルが楽しかった、うん、あ、この人両方とも見てますね、ね、やっぱトールさんのアングルとか良かったよね。そうだね、真上からさ、うん、やっぱりさ、ドラムってね、どうしてもね、現場では一番後ろになっちゃうんですけど。なるほど、うん、あ、チェキ撮影初体験でした。 ありがとうございます、よかったよかった。配信組ですが、うん、配信後の状況何かあったかご教えてください。あー、そっか、あー、そう、これね、ね、なんかいろいろトラブルがステージ上ではね、うん、本当になんか謎の怪奇音とか、はいはい、いろいろな現象があったんだけど、意外とね、ライブのハウスの後ろの方とか、はい、うん、配信の前の子、みんなの耳にはなんか届いてなかったらしい、どうやら。ああ、ステージ上ちょっと、うん、トラブルもね、あって、そう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 、あとなんかヨーフィーがなんかもうなんかドッキリ仕掛けやがりましてジョーさんは腕の筋肉が立派、ね、本当ですか、すみません、なんか恥ずかしい、恥ずかしい気持ち悪い、恥ずかしいな。ね、当日ね、配信が終わった後に、はい、終了後にね、はい、まあ、ライブハウスのみんなの前で、はい、まあ、ちょっと最後
2曲くらいねやりますかっていう感じだったんですけど、はい、まあその間にね、カブトビートルさんにね、はいはい、当日コンタクトを取って、はい、覆面でね入場していただくと、まあ完全シークレットでね。なんだよそれと思って、はい、俺びっくりしてと思って、だって俺会うの多分もう15年以上ぶりなんで。だよね、うん、ちょっとびっくりしましたね。思わず普通にね、ビートルさんがライブ見に来ますって言うから、はい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 、全然ねスタンディングですけどお待ちしてますみたいな話はしていたんだけど、うん、なんとね、うん、覆面をカブトビートルの面を、はい、もうご自分でなんか作ってリニューアルで持ってらっしゃったということで、ああいうのってさ、うん、しばらくファイト使ってないと、はいはいはい、結構ボロボロになっちゃうのよ。だからだって持ってきてたの結構綺麗だったもんね。確かにそう、あれはね、うん、ビートルさんが、うん、レプリカをね自分で制作されたもので、はいはい、でそれをね、うん、ツイッターに出してたの写真を、はいはいはい、で、あ、ビートルさん持ってるんですねみたいな話になって、でね、うん、まあジョーの驚く顔をとりあえず見ようというね企画でね、バンドメンバーでも知ってたのね、ナオミさんだけ。あ、まあそうだよね、このシーケンスをスタートさせなくちゃいけないから、ナオミさんにだけ話して、でね、もう面白かったのがさ、はいはい、ライブハウスって、うんうん、結構今回も感染症のね、うん、そのコロナの対策って万全だったじゃん、はいはい、で、はいはいはい、マスクをしてなくちゃいけないわけ、うんうん、ステージの僕ら以外はとにかくみんなマスクをしろと、うんうんうん、でビートルさんやっぱプロレスラーだから、はいはい、その何客席からさ、うん、覆面でねバーって出てきてくださいみたいな話になって、スタッフさんとねライブハウスで相談したら、うんうんうん、ビートルさんマスクをして、うん、さらにマスクしていただけますかねって話になってうん、それはちょっと誰だか分かんないじゃんみたいなところで、うん、ビートルさんはステージのね、はいはい、袖から登場するっていう風にね、いろいろ直前に変更したりしてね、はい、なんかスタッフの皆さんにもちょっと今回のドッキリにご協力いただいて、いや、はい、ビビったよ、まあ、ね、カブトビートルこと、南條隼人さん本当にありがとうございました、ね、本編を言いたかった、はい、俺だってもう水平チョップいただきましたからね、あの後どうだったの。いや、ちょっとやっぱりもみじ柄にこう真っ赤になりましたけど、そうなの、まあ、光栄ですよ、うん、俺プロ格闘家好きなんで、ね、うん、さ、うん、岡田和親さんにもやられてたじゃん、はいはいはい、やってもらったよ。ジョーは何、プロレスラーの方がいたら、うん、もう何、水平チョップを受けるっていう、受けたいじゃんやっぱり、ことなの、ね、どんなもんかなって体に刻みたいんだ。俺一回ガッて耐えて、よっしゃもう一度来いって言うと思ったんだけど、うん、一発で吹っ飛びましたね、はい、なんかね楽屋に来てくれて6割の力でお願いしますって言ったじゃないですか、うんうんうん、で6割って言われたのに9割でやっちゃいましたって言われて、うわもうマジかと思ってやっぱそりゃ吹っ飛ぶわなと思って、チェキ撮影、あ、冗談、カブトビートルも歌っていればよかった。まあね、最後のね最終リハーサルがもう1週間前に終わっていたので、うん、そうなんですよ、まあね、それは不可能だったんですけど、まあでもさ、ビートルさんがね、はいはい、会場に来てらっしゃるのに何もないってちょっとないかなと思って、お揃いチェック、うん、お揃いチェックのあれさ、写真で見たら完全にお揃いチェックでさ、ネオチェッカーズ ね、はい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 、びっくりしましたよ、うん、現地行きました、あ、よかった、ありがとうね、はい、ね、猪木さんにビンタ、ね、宮城さんイベント、あ、はい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 、そうゲストさんのこと、そうだね、今日はゲストさんいらっしゃいますので、うん、じゃあちょっとその前にちょっとワンマンのネタやるか、うん、ね、ワンマンでねやり残したことがあるんで、はい、ちょっと今日はね、はい、歌を歌うぞ、歌をね、はい、よいしょ、これでどう、これ音出る、ワンツーワンツーチェックワンツー、どうですか、チューニング、オッケー、チューニングが、チューニングが、ちょっと待ってね、うん、気温の差があってですね、おー、あるある、そういうのね、はい、ちょっと生なんで、弦は生き物だからね、はい、生きてないか、死んでるか、今8時10分生き物じゃねえまあ生き物みたいなもんです、はい、じゃあですね、はい、ね、まあライブの、まあ、反省会を兼ねまして、音出てる、あ、そうだね、いきなりライブタイムって初めてだよね、歌いたいと思いますけども、ね、今日はね、まあ、ゲストの方この後控えてますんで、はいはいはい、はい、じゃあいいですか、はい、こちこち、オッケー、あ、ちょっと音出てる、ちょっとコメントが来ないと不安でしょうがない、うん、なんかギターの音が出てない状態で始まるなんてことないよね、大丈夫かな、いけそう、あ、出てます、はい、出てます、はい、それじゃあ、聞いてください、勝って兜の王ビートル、ビートル、イーサンユケルビートル、
忙しい。さあ、ありがとうございます。まあちょっとね、これはせっかく来ていただいたビートルさんに捧げるという感じかもしれないですね。はい。もうあれだね、ワンマンライブが、はい、なぜかビートル一色に染まってしまった感じがありますけどもね。ありがとうございます。あ、パチパチパチ、ありがとうございます。歌もかっこいい、ありがとうございます。でもね、そう、今回さ、ライブタイトルのね、はいはい、話するのちょっと忘れちゃったんだけど、はいはいはい、あのザ・ゴールド・エクスペリエンスっていうのは、うんうんうん、もうとにかくかけがえのないね、はいはい、素晴らしい体験っていう、うん、まあ、直訳なんですけど、はいはい、まさしく、ゴールド・エクスペリエンスでした。どうもありがとうございました。はい、はい、ということで、はいはい、ということで、皆さんお待ちかねの、ね、はい、ゲストさんが来てくれておりますよ。はい、あの方ですね。早速登場してもらいましょう。どうぞ。進め勇気の旗掲げ、夏の海を駆け抜けろ、一か八か無敵な風、君を導く目指せ地図にない場所を、幻なんかじゃないんだ、たった一つ自分だけの宝物、誰も探してる確かね、大勢みんな同じじゃないから、やりたいことをやってやれ、命がけだぜ、欲しければ
踊れ君の前に広がる海道なき道を行こう Let's go Let's go 会社ごと Let's go Let's 嵐の中頑張る君のがむしゃらが今この世界を変えるぜでっかい夢は無限大海賊戦隊ゴー会社サイラバ TV ゲストはですね松原剛さんです。つうよし松原ウェルカムなんで清子このちょっとねさあ、ソーシャルディスタンスをね、あそうですね、ね取りつつですね、はいはいはい、いや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 どうもいらっしゃいませ。あどうも、いきなり歌っちゃって大変ですね大丈夫ですか？大丈夫ですねえ本当にご無沙汰してます。そうです ね, ね久々もう、ね、あでもあれだあの、うん、なんだっけ、うん、あの日清パワーステで一緒にやったあのライブ、アリソン登山部、登山部のね、うん、僕が画面越しにね、うん、見てましたけれども、うん、はい、いや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 、お元気でした、うん、お元気でした、はい、あそれ変わらないですね、はい、ね、なんか電話ではよく喋ってるし SNS を見てるから、うん、あんまり距離感じないんだけど、うん、そういえば会ってないなとかね、うん、思っちゃいましたが、そう、あもうコメントがいろいろ来てます。豪快じゃね、レッツゴーレッツゴー、すごい、うん、パチパチマークがすごい、ね、足が映らないのが残念。確かに、あ確かにね、ちょっとまあスペースの関係なんですけど ね豪快ジャー世代でした。おお、もう10周年ですもんね。そうですね、そうか、う華麗なターンを見たかった。確かに、まあちょっとこれはねライブハウスでね見ていただいて、うん、そうです ね、うんうん、そうですね。さあ、松原剛さんといえばですね、うん、我々と同じプロジェクトドットアウトのメンバーですけど、さまざまなねあのテレビ舞台ミュージカル等々もう俳優としてもですね大活躍でございますね。大活躍、寿司三昧そんな CM も出てましたね。 CM 寿司三昧ではなかったかな。そう違うよね、なんだっけ、ちゃんと正確な情報くら寿司かな、くら寿司おい、だいぶちげえじゃねえかよ、生放送なんだから気をつけてくださいほんとね、あの大え、なんだっけ、すめちゃめちゃ大御所の方たちとなんか共演してるじゃないですか、はいはい、松原君、うんうん、そういう時ってなんか どういうモードになるの、こうちびっ子の時から見ていたスターの人を目の前にするっていうのは、うん、はい、そうですね、あのなんかドラマとかでやっぱちっちゃい時から見てた方とかいらっしゃったりとかするとやっぱりすごくやっぱ緊張して、まあ水木一郎さんに弟子入りした時もそういう雰囲気だったけど、はいはい、そうお弟子さんなんですよね、水木さんの。そうですよね、小さい時からあの聞いてました見てましたよろしくお願いしますって言って、はいはいはい、それでその大御所のその役者さんとかもすごく、うん、あの朗らかだったりあのジョークとか飛ばしてくださるような方であったらこちらもなんかあそこまで甘えていいんだなみたいなところもあったりしますね。まあ、やっぱり長くやってる方は懐深いですよね。そうですね、うん、そうか、なるほどね。いやいやいや、くら寿司先日サビ行きました。ありがとうございます。くら寿司の話ばっかりだった。松原くんが握ってくれる。そういうわけじゃない。全然何をやってるんですよ。あのコマーシャルで、ええ、あの某そのあのおお大物俳優様の横で、まあ、スケさん、カクさんみたいなポジションで一緒にお待ちしてますっていうご挨拶をしてたっていう。なんかさ、俺あとさ普通に邦画見てて、うんうん、普通に見てたら
松原くんが現れて、おおみたいな、なんか何それ、なんか届けに来てた荷物を。植物図鑑。そう、植物図鑑。そう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 。俺まさか松原くん来ると思ってないから、おおって。なんかね、声で気づくっていう人もいたりするみたいな。ああ、松原さんの喋り方心地よくて大好きです。ほら、サイキックラバーの我々とは違いますよ。キャッキャキャッキャ言わない。キンキン成分がないからね。料理もそれはとてもいい、ありがとうございます。よくご存知で。ね、ちょっとまあまあ、はい、なんとね、なぜこの時期に松原くんがね、このサイキクラバー TV に来てくれたかと言いますと、11月12日より期間限定上映されます、天豪カイジャーにご出演ということで、そうなんです、おめでとうございます。はい、もうあと再来週かな、もう11月入ったらすぐということで、僕もいつ見に行こうか、早くチケット売り出してくれないかなってそわそわしてるんですけど、はい、そうです、11月12日の金曜日より期間限定上演、その前にですね、まあ制作発表的な、そういうイベントはあるんですけれども、まあ皆さんが一般的に見れるのは12日から、そして何週間か上演して、まあ短い期間になると思うんですけど、来年の3月9日からブルーレイと DVD が、発売になると。なるほど、僕もでも撮影はもう終わってるんですか。もうね、半年近く前、半年ほどじゃないかな、はいはいはい、でも前に終わってますね。あ、はい、そりゃそうだよね。ちょっと内容言えない、そんな言えないのがさ、辛い、まだ言えないかな、話してほしい、どう聞きたい。自分の中ではさ、じゃあ満点が100点だとしたら、自分の演技何点ですか。そんな自分の演技に点数つけるって、それちょっとこの、いやもう500点とか、それさ、さっきのビートルのギターソロ何点ですかみたいな、そんな3点だよ、もう。なんいや、とにかくですね、まあ、点数つけるのはあれですけど、まあざっくりどんな感じ。そうですね、天豪カイジャーってあれだけね、愛されて話題になった、豪カイジャーの10周年、記念映画、スピンオフ的な感じでもあるとは思うんですけれども、これに6人揃ってるっていう素晴らしい、状況で、僕が出るんですかっていう感じではありますね。すごいよね。僕が出たら豪快ゴールドぐらいしか出番ないんじゃないかって僕は思ってたんですけど、誰もが思うと思う。そうですよね、あの主題歌歌ってる ね、ピカピカの、はいはいはい、ね、でももう公開先行されて公開されているね、その写真、で見ると、なんかメガネなんかかけちゃってそうだ、ね、なんかちょっとねスーツかなんか着ちゃって、インテリな感じしますよね。そうだね、はい、これが、どういう役どころかと言いますとね、仮面ライダー、アギトで、北条徹役で出た山崎純さんっていう背の高くて存在感のあるかっこいいキャストさんがいらっしゃるんですけど、この方が、この作品の中で国防大臣っていう、国の大臣を演じておりまして、すごい役職ですね。そうなんですよ、すごいでしょ、防衛大臣みたいな感じでしょ、防衛大臣出しちゃう、みたいな感じでしょ、でそこの、大臣さんの側近をやってる服部という役なんですよ。お、服部さん、それはめちゃめちゃ大事な役どころなのかどうか。いや、まだちょっとわからないですよね。服部さんっていうのは料理が上手そうだよね。服部さんえ、じゃあ何、見てみたらもう2カットくらいしか出てない可能性もゼロではないわけです、ね、それもあるとは思う。カットされて、あれ僕3個と喋ったはずなのに一言になってるみたいな、それよくドラマであるあるですよ。なるほどね。先ほど歌ったカブトービートルっていうね、映画の主題歌なんですけど、僕とジョーは、あってワンカットだけ出演してます。あって見つける役でですか。それもやっぱりロケの現場に無理やり行って、もういかにも出してくると言わんばかりの決め込んだ衣装を着て行ったんで、じゃあお前らちょっとここ座れって言って、サイケクレバーが映画関係の、見学に行くときはメイクバッチリしてますでもやっぱりメイクに30分とかかけて、ロケを待って、あを言うためにやっぱ 2,3 時間かけるわけじゃないですか、気持ち作んなくちゃいけないですからね。気持ちの問題かもしれないですけど撮影ってそれだけ大変で、1分撮るのに1時間かけて、1時間撮るのに10時間、何十時間かけてみたいな、そういう世界ですから。なるほどね。そういう意味では僕そうだな、2日間ぐらい撮影には携わらせていただいたので、それは2カットじゃないな、2カットでは済まないと
もう多分すげえ、はい、すごい、ちょっと楽しみですね。うん、ね、なんかでも、もうもちろんね、そのシネマのスクリーンで見たいけど、うん、なんかそんな風に見ちゃったら俺もう松原くんが遠い人になっちゃった感じがして、そんなことないですよ。寂しいかもしれない、ね、あの、ね、僕がどんな風にね、あの映ってるのか、うん、ぜひとも見ていただきたいですし、あの、はい、僕たちの曲もねかかると思うので、それもそうですよね、いただきたいですね。なるほどね、はい、天候会場楽しみにして、豪快は名作ですよね、うん、名作だよ。コメントへ、コメント、あ、俳優もやられてるんですね、あ、ありがとうございます。あ、そっか、ご存知ない方もいらっしゃると思う。帝劇ですよ、帝劇の舞台で、帝略すんじゃないよ、ね、ミュージックを帝国劇場一緒で出すんじゃないよってあの正式名称知らないってやばい。今一瞬ちょっと違うの知らない方のために、はい、自分で自己紹介しますと、はいはい、お願いします。ミュージカルとかをよくやってまして、はい、まあ、年間のね半分以上はね、舞台に携わって、うんうん、帝国劇場とか日生劇場とか、まあ、いろんな劇場が都内あるんですけど、うん、結構ね劇場で舞台やってることが多いので、もし興味があったらこの戦隊とかアニソンを歌ってる僕とは違う面の松原剛が見れると思いますので、うん、そしてこの天狗カイジャーで、ね、これまでとまた違う松原剛を刮目していただければと思います。なるほど、はい、ね、うん、そう、俺見に行ったんですよ、帝国劇場、はい、見に行って来てくださった4年前から行ったらね、すごかったっすよ。もうここにいる知ってる松原くんじゃない松原くんがステージ上にいて、うん、でもねすごかったよ、うん、ちょっとね役をやってる時に手前にいらっしゃった方、主役の方なのかな、うん、なんか裾がちょっとほつれちゃったかなんかして、はあ、その時ねスッと松原くんがこう直してあげる。あら、覚えてないけど、そんなことやってました。その話をね終わったりしてて、そ、うん、あ、そこはちょっと松原くんっぽくて安心したみたいなね、よかったみたいなちょっとそういうのありましたけどね。そっか、ね、超実力派ですよって、超実力派ですよって、誰がそんなこと言ってくださるの。あの人に書いてました。嬉しいですね。まあ、僕もねあれですよ、はい、ガラスの仮面は全巻読んでますからね。読んでますから何なんですか。いいね、演劇はね、そうだね、ちょっとレ・ミゼラブルにも出演されてますよね。レ・ミゼ、そうです、ヒロミさん、ありがとうございます。あ、松原さん今日でファンになりました。ファンゲット。嘘、僕そんなファンになるような今、ありがとうございます、ね、いや、落ち着きが、落ち着きがいいんですよ。うちらうさいからね、うん、本当に、ね、品格が違うからね。あ、そう、俺を見ていた王家の紋章だ。王家の紋章です。かっこよかったな。そう気遣いの人、そうなんですよね。そう、僕地方のねイベントで松原くんと朗読劇やらせてもらったことありますもんね。ありますね。そんなことやったの。声だけでもね、別格、もう全然別格。いやいや、すごい松原くんは、ね、うん、そんな松原くんって舞台、歌を目指し始めて、どこで舞台を目指していくんですか、この舞台人として。高校生の時に、うん、水木一郎さんとか堀江光子さんの歌に、うんうん、感銘を受けて、うんうん、それでしばらくその昭和 そのアニソン的なものを聞き漁って勉強してたんですけど、うんはいはい、それの、それを元に、うんまあ、ウルトラマンの主題歌とか戦隊の主題歌を歌いたいなと思って、ねうん、門を叩いてるうちに、まあ、それが夢が叶っていったと。それで DMM になっちゃうってすごいよね、すごくない？時代ですかね、競争率が。言ったもん勝ちみたいなことあるのかな。いや、まあまあ、もちろん実力も必要だけど、なんかね、松丸君ってその夢を描いて、それに向けて確実にこう夢を現実に変えていく、なんかすごいパワーだなっていうか、バイタリティーが。なんかさ、もう大先輩でいうところは今言ってくださってる佐々木勲さんも俳優としてね活躍されて、うん、ミュージカルとかも出ないけど、ちょっとね同じなんか声優さんもね、シルベスター・スタローンとか、ね、同じというか ね、まあ、方向は割とね、うん、似てるよね。いや、もう全然足元にも及ばないですけど、でもその関わってるジャンルとしてはそうかもしれないですね。そうですよね。で、まあ、歌手を目指して、イベントとかをやってるうちに、たまたまね見に行ったチラシがなんかすごく気になって、もう本当に一番末席というか安いチケットで見に行った帝国劇場のモーツァルトっていう初演の作品にもう感銘を受けちゃって、これやろうって、もう明日から何を始めればいいのって。これやろうって思ってもさ、あるじゃん、なんか自分は音痴じゃないとか音痴だとか、向いてる向いてないとかいう、まあ素質みたいなものってさ、それってやっぱ自分でちょっと判断しなきゃいけないべきことだったりするじゃない。そういうのってどう思ったんですか。もうドストライクにそれ見た瞬間、
自分の持ってるもの全部活かせるって思った。あ、そうなんだ。それがね、出会いだと思う。じゃあさ、じゃあ小学校ぐらいの時から歌は得意だったりしたの？歌とか。歌はね、やっぱり始めた中学生ぐらいから、うん、ど下手からだんだん上手くなったところはあると思うんですけど、機械体操とかやってたから体は効くだろう、ダンスだったら今からなんとか間に合うだろうっていう。そうなんだ。そうなんだ、なんだ、じゃあ また割り的 なんか。いや、それ関取だろ。僕 ね体は硬いんですけどなんか雰囲気でバク転やるみたいな、そういうところはありました。飛び箱が得意とかね。あ、飛び箱ね。飛び箱は飛べなかったな。小学校に8段とか飛べなかったな。そうなんです。へー、だってさ、ステージ上の あんな華麗なるターンできる人いないからね、普通に。あのミュージカル界のダンサーだったらもういくらも5万といるんですけど、そうなの。たまたま僕はその、ね、歌手をやりながら、うん、まあ、ミュージカルやりながらあのアニソンやってる人とかなかなかいないっていうだけのことだと思うんですよ、ね。はい、すごいわ。すごい、なるほどね、すごいな、うん、ちょっとなんかすごいすごいばっかり言ってるから、ちょっとなんか、あのちょっと抜けたとことか聞いてみたいですね。いや、抜けたですよ。僕最近失敗したこととかあります？最近失敗したこと、うん、最近なんか失敗したな、これね。俺ちょっとダセーな、人に見られたくないけどちょっとカッコつけちゃうかなみたいな。あのね、オフはね、次回配分をミスりまくって、うん、まあ、欲張ってこれとこれとこれいけるだろうって、午前中は例えばあの自分の自主練やって、はいはいはい、午後は真面目、まあ、休みの日に自主練、いや、まあ、先々のライブのために歌詞を覚えるだろう、なるほどなるほど、で午後、2時3時から、うん、髪を切りに行って、はいはい、5時からレス歌のレッスンに行かなきゃみたいなことがある、はいはい、うん、あ、教えるです。そうです、うんうんうん、そういった時に、うん、まず、うん、もう朝二度寝しちゃって午後1時ぐらいまで寝ちゃうわけですよ。スタートからダメだ、もう体力もちょっと回復させなきゃ。朝方ですか夜方ですか？そもそも僕はね、うん、夜はね10時11時に寝るんですよ。あ、そうなの。だけど7時ぐらいに起きて二度寝しちゃうんですよ。だってだこの前だってさ、 朝6時くらいから電話してたもんね。だから一瞬起きるんですけど、うん、1時間ぐらいしたらまた二度寝。あ、そうなんだ、あの話した後寝てるんだ。味噌汁飲んで寝ちゃうんですよ。なんで味噌汁飲むからそこで体温まったらなんか安心してほわっと寝ちゃう。それで、髪を切りに行くのに、うん、まあなんとか間に合って、うん、なるほど。じゃあ朝の自主練はちょっと一回捨てて。そうです。なるほど。それで、うん、まあ、レッスンまでちょっと時間潰しようかなってカフェとかでぼーっとしてると、うん、はいはい、残り10分になって、うん、やばい、走って15分でしか着かないのに、うん、って無駄にタクシー乗らなきゃいけなくなっちゃう。あ、そういう感じ。なるほど、ね。ちなみにカフェでは何飲むんですか？カフェではあのスタバとかの、うん、あのカフェモカとかを飲みます、ね。カフェモカ、はい、カフェモカ意外とあの何カフェモカってあれでしょ、チョコが混じってる。甘いやつだよね。そうです、そうです、そうです。カフェイン取りながら、うん、あの甘いエネルギーも取りたいな。なるほど。こういうちょっと、いや、ちょっと今ちょっと綺麗に言ったかもしれないけど、うん、結構すいません、15分だけ遅れていいですかは結構ねオフはやりますね。仕事、仕事はどう？仕事現場とかさ、仕事は帝国劇場に何時、あ、それは、ね、じゃあ10時入りって言ったら何時に入ります？10時入りですか、うん、10時入り、うん、あの10時から空いてます、うん、12時までにあの本番までに来てくださったら10時半を見積もって11時45分になります。なるほどなるほど。結構さ、タイプ分かれるじゃん。もう30分ぐらい前に着く人もいればさ、もう本当ギリギリ着く人もいれば。ムラがある。あ、そう。あの9時半に着く人、ああ11時に着く日があるんで。そうなんだ。必ず5分10分遅刻してくる人とかいるよね。そうね。まあ俺も割とそういうタイプなんだけど。なるほど、ね。松原君と言ったらなんか俺すげえ、うん、なんか超絶ラーメンマニアっていうイメージがあるな。ああ。で、マッコリを飲んでみたいな。マッコリね、マッコリ最近マッコリじゃ酔えないんだよな。あ、そうなの。結構飲む飲みますよ。舞台の人たちはなんかねすごくお酒強いイメージがある。そうですね、みんなでコミュニケーションとして飲みに行くっていうこともコロナ禍ではない時はよくありますし、あとね、みんなラーメン好きですね。焼肉ラーメンが好き、ね、いや、ラーメン焼肉ってさ、いや僕ちょっとね、あの1月28日からね、うん、今年のちょっと時間制限して、うん、あの夕方4時から夜の24時までの間にしか飯を食わないっていうのを 今もずっと続けてて、うん、はい、10キロ痩せたんですよ。なんとかね、夜だけ食べるってやつ。夜だけ食べる。でもあともう16時間食わないで、でラーメン 100% 太るじゃないですかやっぱり、うん、どうしてます？だからそろそろそれにも逆らえない年齢とかにもあるじゃないですか、うん、なりますね。どうしてます？運動やっぱしてます？ですね、舞台本番中は、うん、普通例えばカロリー
消費が2500だとしたら、はいはい、3500ぐらい使うんですよ。なるほどね。舞台がね。なるほど。もう汗びっしょりになってるような運動を2回公演やってるから、はいはいはい、だからね、ラーメンいっぱい食ったぐらいあったら結構ね、帳消しになる。なんだ。でもオフの時に調子に乗って食べてるとやばいんですよ。やばいね。でね、僕塩分結構好きで、はい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 、塩分が水をね、溜め込むんですよ。あ、まあ、いわゆるむくむってやつですよね、うん、だから食べるとしたら血圧高くないですか？今んとこまだ大丈夫、ね、なんかカリウムを取るようにとか、例えばバナナ取るとかね、なんかちょっとミネラル関係には気をつけ続けて、じゃあ結構始めてる。サプリとか気をつけて取ったりするの？なんか栄養分、うん、でも僕なんか本当に最悪で、うん、塩分が好き、辛いのが好き、うん、それでお酒濃いの飲んで水あんま飲まないっていうのが、うわ、これ良くないじゃないですか。昭和のなんか俳優じゃん、うん、それだから最近は、うん、そのミネラルとかカリウムに気をつけて、はいはいはい、まあ、塩分も取りすぎない、あの、なるほど、週3で言ってたラーメンを週1か2にするとかね、うん、やっぱり我慢ですよね、最終的に。そうなんだ。水飲むとトイレ行きたくなるじゃないですか、はい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 、僕それが嫌で日本酒飲んでもあんま飲まなかったんですけど、最近はまあ、うん、気をつけて飲む。いやいやいや、日本酒はやっぱ同じ量水を取らないとさ、ね、そうなんですけど僕ね、でもね、日本酒ガンガン飲んだ時に水あんま飲めないよ、逆にね、案外味が薄くなって、うん、口の中がね、あれしたのもったいないって思っちゃ う。でも俺が知ってるね、アニソン界の中で一番マッコリ飲む人だと思う。そうですね、夜間一杯を飲みます、ね、マジか。ちょっとあれコメントもいろいろ来てます ね、はい、サイラバーかわいい、バツバーラさんはジェントルマン。なるほどね、セカンサイ弁がネタの、あ、そんなあったんですね。ヨッピーさんの ね朗読劇、ね、あったあった。俳優してるの知らなかった。機械体操が華麗なるターンの原点。あ、まあでもそうですね。そうね、私は今でも飛び箱飛べない。まあそうですよね、大人になると飛べないですからね、逆にね、また割り、まあ、もう意味がないね。歌も雰囲気も顔も声も完璧ですね。おすごい褒められてるよ。そんな褒める人いますか？石原慎一さんや山形幸雄さんもミュージカル俳優です。あ、まあ、そうですよね。そっか。あ、そう考えるとアニソンシンガーは両立されてるから、ね、ニュージャック拓郎さんも舞台やってたりしてたからね。拓郎さん映画とか出てるんでしょ？そうそうそう、スワローテールとかね。そうですよ。そうね、天然さんですね。天然さん、ね、え、あれは最近このヘアはこう、うん、このパーマヘアはこれ天然なの？これはですね、僕もともとテンパーで、セットがね面倒なんですよ。まあ、ストレートアイロンを毛先にかけたりとか、なんかそれでこのパーマかけると手ぐしで OK みたいな、バーってやって揉み込んでシューでおしまいみたいな感じで、すごく楽で、まあ、割と流行りではあるんですけど、流行りに乗らないタイプなんだけど、この髪は楽だから、ね、ミュージカルとかやるときにやっぱ被るじゃないですか、うんうん、ああいうのって中はもう何ピチッとしてるんですか？なんか自分の地毛はもうあのね、ピチッとしてます。それはなぜかというと、うん、まあ女性で言ったらストッキングみたいなやつを、うんうん、なんて言うんだっけ、あれ、ね、あれね、ピチッとね、ネット、そう、ピチッとネットやってうんうん、うん、それの上に被ってピンで10箇所ぐらい止めるんですよ。あ、10箇所止めるんだ。こんな風にやられても多少剣がバサッて当たっても取れないように。だからすごいキツキツですね。あのさ、なんか濃い舞台メイクとかももう自分で全部やっちゃうんでしょ？うん、ね、メイクさんあれすごいよね。みんな俳優さん1年以上やってる人はもうみんな自分でやるんじゃないかな。でも初めのうちは先輩がいいかって言ってこうやってね、やってくれて教えてくれたりとかしましたね。へえ、面白い。なんか普段聞けないこと聞いちゃった結構、ね、ちょっと、まあ、今回ですね、はいはい、あれですよ、はい、サイキックチャレンジの、はいはい、コーナーは、うん、松原くんにね、うん、サイキックラバーいろいろ教えてもらっちゃおうという。ちょっとね、うん、せっかく来ていただいてるので、松原くん結構ほらレッスンで生徒さんとかお弟子さん結構ね、はい、いっぱいいらっしゃって教えてらっしゃるじゃないですか、うん、ちょっとミュージカルに全く縁のないサイキックラバー、うん、我々2人にね、うん、少し何かこうご教授いただけないかなと。そう、どうやったら僕らも紅天女を演じる資格が天女僕も演じたことないんですけど、まあ、ね、まあいないいないわけですけどね。ちょっとさ、なんかせっかくだからさ、なんかその何、まあ、お二人はボーカリストなんで僕はギタリストなんですけど、声の出し方とかさ、うんまあ、振る舞い方とかさ、うんうん、だからそういうのをなんかなんか見てる人もさ、なんかあ、なるほどなってちょっと勉強になるような、勉強っていうか勉強って感じじゃないか。なるほど、ね、うん、じゃあそうですね、定劇の話が出たので、うん、ちょっと定劇仕様の、うん、なんかリアクションのちょっと講座とかやってみます。リアクション、え、何、定劇仕様のリアクションってどういうこと？あ、はあはあ、
テレビとかのそのお芝居と、うん、はいはい、あと映画、うん、割となんかナチュラルな感じとか言われますよね。あと小劇場って言われる、うんうんうん、まあ、下北沢とか大塚とか、はい、高円寺とかにある、はいはい、中野とかにあるような、はいはい、まあ、100席前後の、うん、お芝居と、はいはいはい、低劇となると2000席ぐらいになるじゃないですか、うん、そうですね、なるほど、まあ、物理的にその一番前の席と後ろの席に、うん、距離が遠いわけですよ、うんうん、だから舞台メイクって言って濃いめにメイクして、で声もマイクがフォローして、うんうんうん、フォローしてくれると宝塚とか、ね、なんかあれでしょ、なんか舞台 の、うん、あの端っこにマイクがついてるって噂聞いたことある。いやそれはね、それもね中劇場とか小劇場レベルですね。そうなんだ。完全に、うん、あのこうやってつけるマイクが一人一人30人いたらほぼ30人。なるほど、すげえ。あとさ、ちょっと話からちょっと変わっちゃうけど、あのあれあるよね、演奏してるなんだっけ、なんていうんだっけ、オーケストラピット、ね、はい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 、俺あれ終わったと覗き行っちゃったもん。あ、俺と同じ気ですかって言うとこみたいな。あ、本当ですか。うん、あの下にね、あれすごいよな。オケピーの人でね、結構ね、特撮の、うん、あのコロンビアさん系のブラスレコーディングしてる人が多いですよ。へー、そうなんだ、ね、あれ弾いてましたみたいな人が結構。すごいね。それでリアクション、リアクション、そうだな、リアクションってどういうこと、どういう、例えば驚くとか、うん、何かを見つけるっていう時に、うん、じゃあそうだな、うん、飛行機を見つけることにしましょうか、うん、飛行機を見つける、はは、じゃあ、うん、このカメラのね斜め向こうに、はい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 、あ、飛行機だっていう風にちょっと見つけてもらいましょうか、うんうん、じゃあ俺からでいいですか。いいですよ。え、うん、俺は今低劇の舞台に立ってると思って言うわ。ちょっと低劇でやってみましょうか。とりあえずね、じゃあ、はい、じゃあちょっとこれ今日お前これなんで低劇のつもりですよね。はい。あ、飛行機だ。あ、ダメですね。ダメ。なんで？まずちょっと演技の基本的なところから。なんで、はい、あのね、見つけてないです。え、どういうこと？あの、何がおかしいのかよくわかんないけど。ちょっと、もう文句言ってない。自分もちょっと文句言って。まずこちらを訂正しなきゃいけない。僕のダメだったところ？あのね、はいはい、今見つける瞬間っていうのがなくて、もう向こう見てて、うん、それで。もう見つける前から指差し始めて、はい、あ、飛行機だって言ってるってことは、なんかね、アイキャッチ、目であの見つけて、それに対する、まあ、驚きなのか、うん、その何なのか、緊急事態だから飛行機のことを飛行機だって言ったのか分かんないんだけど、え、ちょっと俺もう一回やりたいな、ちょ、うん、もう一回チャンス持っていいか先生。こう歩いててこう見て、うん、あ、飛行機だ。あ、いいですね。まずこれね、あのお芝居 の、 あの、うん、スタンダードとしてはいい。深い深いな。なるほど、はい、まず発見するとこから始まってんの、ね、あの最初のやつは出てて、最初のやつもう忘れちゃった、天才だから。最初のやつあ、飛行機だ。やっぱね、あって言いながらもうね指がいってるわけ。ちょっとヨッフィーちょっとやってくださいよ。あ、じゃあヨッフィーさんの飛行機だ、うん、飛行機だ、うん、はい、あ、タケちゃんマンだ。あのこれ飛行機なので、ね、全然ダメです、ね、セリフを勝手に変えちゃいけないです、うん、であと、あと昭和すぎ。なるほど。あのですね、セリフっていうのは、はい、脚本家が、はいはい、点、句読点を打つか打たないか、はいはい、それにまでこだわって。そうなんですね。それをね、飛行機を竹ちゃん前に変えるなんてね、アドリブ禁止。山田太一さんとか、やっぱりそのフラノ塾の昔の先生は、勝手にもうセリフ変える、役者は次から使わんと。おお、どれだけこだわって命を吹き込んでやってるのかと。はい、もう一回行きましょう。僕が見たね、ガラスの仮面は北島麻弥がね、なんか、はい、竹ちゃんマンって言ってました。はい、首。じゃあ踏まえて、ちゃんと真剣に。あのね、はい、筋がいいんです。もうヨッフィーさんもともと筋がいいから、ほう、次は低劇仕様で。低劇仕様で。お。あ、飛行機だ。あ、いいですね。いや、なんで笑っちゃうんだろう。いいですか、いいですか。まず声がですね、はい、これね、あの定劇の一番後ろまで今のは届きます。あ、なるほど、届きます。なるほど。あとはですね、体のさばきです。さばき、体のさばき、はいはいはい。どういけばいいんでしょうね、そもそも。あのですね、体のさばきっていうんだね。ちょっと僕立っていい。あ、じゃあちょっと先生、ちょっと見本こんだけハードル上がりまくってるけど大丈夫。自分でハードル上げてるからね。なかなかよこれ。まあまあまあ、これあのそんな、そんな、うん、まずですね、はい、見つけた方がいいんですけど、はい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 、見てるところから、うん、あって見つけるのは、うん、これね、
まあ、テレビ芝居というか。なるほど、今ちょっとテレビっぽかった。今ここにモニターあるんですけど、今ちょっとテレビっぽかった、まあ、割とナチュラルな感じです、うん、まあ、普通に見つけようとしたらあとか、うん、あってなるんですけど、うんうんうん、やっぱ定義劇ともなると、はいはいはい、このここのあの正面に行くまでにストロークがあったわけですね。はいはいはい、もうあえて後ろ向きましょう。あえて後ろ向きましょう。なるほど、そういうことね。ほー、はいはいはい、それで、うん、振り向いたら、うんうん、見つけるんですけど、定義というのはあれなんです、うん、やっぱりちょっとした動きじゃ、うん、その人が何を感じてるかわからない、はい、あ、なるほどね、はいはいはい、例えば、うんうん、なんか首が痛いなってこういうふうに、うん、こういうふうにやっても、はいはいはい、あの2階席から見たら何をやもう動いてないぐらいに見えます。なるほど、なるほどね。ってことはですね、うん、このストロークを使い、はい、さらに振り向いたら、うん、一歩大きく出ましょう。あー、なるほど、見たことあるよこれ、はい、今俺ちょっとめっちゃ鳥肌立った、はい、うん、宝塚の方もよくやるやつですね。なるほど、一歩何ならもう面の切りまで散歩ぐらいダダダって出る人もいます。なるほど、そんな出る必要あるかっていうぐらい出る。なるほど、なるほど。手の差し方もこれ肘が曲がってたらダメなんですね、うん、肘が曲がってるとやっぱり舞台として所作が美しくないってなっちゃう、うん、なるほど。あのジャズダンスとかあるんですけれども、うんうんうん、やっぱ手はまっすぐ、うんうんうん、肩を下げて T ですね。でこの手もですね、はい、ちょっと半身を使って、で顔にカメラのこと考えるとかぶらないように、顔にかぶらないように、肘肩を伸ばす。なるほどね、あ、美しい。ちょっといきますね。じゃあいきますよ。あ、じゃあこれ、いやちょっとこれ満を持してお願いします。あ、飛行機だ。すげえ全然違う。ちょっとこれ飛行物体だ。ちょっとこれあの自然とスタッフから全員からね、やっぱ拍手が出ちゃうっていう。あの、あ、これすごいな。今のゴジラだでやってもらっていいですか。ゴジラだ。なんて言ってたさ、ちょっと待って。ゴジラだで。いや、いいよそんな、もう十分十分でしたよ。特撮的。ちょっとねえねえ、見て見て見て、すごいして、すごい舞台的だ。見入ってしまう、本格的で素晴らしい。芝居でかいでしょ。そうなんです。所作が美しい。さすがです。さすがです。リアルに拍手しちゃった。リアルに拍手しちゃった。俺はそうそうそう、さすが、やばすぎ。パチパチすごい。もうはリアクションがすごい。みんなここまで切れば、体を切れば、うんうん、僕はもしスーツアクターだとして、はいはいはい、スーツを着てても今だったら成立しますね、うん、なるほど、なるほど。豪快、豪快ゴールドは。じゃあちょっと、じゃあと踏まえて、踏まえて、じゃあちょっとヨフィ、ちょっとじゃあ今俺ちょっと待って。だって今せっかく教えても見本見してもらったから。オッケー、じゃあ、うん、定劇ね、うん、定劇ね、はい、じゃあ今のほら先生に教わったこと全部反映させてこう。待って、じゃあ待って待って、ちょっと気持ち作るから、ね、はい、気持ち作って、気持ち作って、はい、これで気持ち作って、うん、ね、まずこうストローク、ジョーにもやってほしい。やばい、じゃあやりますよ。じゃあストロークで、はい、うん、飛行機だ。ちょっと待ってください。あのね、めっちゃ面白い。振り向いた後にこっちに視線一回行って、この2回のこのストローク、あのよくわかんない動き、これ説明できますか。あのね、メロディーやコード進行に説明ができない部分があったらダメでしょ、ミュージシャン。確かに、はい、今のメロディー意味、この16部で上下したの何ですかって言われた時に、うん、今何ですかこれは。あれですね、あれですね、ですね、めちゃめちゃリアルにダメ出しされてんじゃん。もう久しぶりに怒られてる大人を見たわ。あれです、あの虫が飛んでたんですね。虫が飛んでて、うん、あのそっちに気を取られたんだけど、うん、あの、あ飛行機が、飛行機かな、あ、オペラグラス持ってた、オペラグラス、あ、飛行機だ。なるほどね。あの気持ちとそのチャレンジ精神はわかります。だけど、あの、はい、主になるそのね、はい、あの物語に余計なものを足さない。その通りです、ね、先生、一応ちょっと先生の見本見て俺もやろうかなと思うんですけど、これマイク持っててもありなんですか。マイク持っててもあの大丈夫ですよ。それがもともと自分の中に備わってるものと体の一部としてやっぱり扱えるのであれば、あの、あ、じゃあ、はい、ラッパーだと思えばいいんだね、多分。ラッパーじゃねえわ。ビートボクサーだと思えばいいんだね。いくよ、気持ちつくから、はいはい、後ろ姿も見られてると思ってね。そうです。ちょっと待ってください、首筋もうちょっと引っ張ってください。どういうこと、どういうこと、こう。いや、あのね、まっすぐでいいんですけど、はい、やっぱり膝が曲がってる、膝が曲がってる、あの腰が反り腰になってる、はい、首が、全部ダメか。全部ダメじゃん。一回やらしてよ。どうぞどうぞどうぞ、やってみましょう。いきます。
飛行機だ。あ、ダメ、ちょっとテーブル動いちゃった今ね、はい、一歩出たところはすごく、うんうん、あの貫禄もあってよかったんですけど、はいはい、貫禄余って、うん、この机がね30センチぐらい出てしまったんですね。もう舞台だったら落ちちゃってるみたいな。そういうことです。バミリを守られてなかったっていうの。バミリね、すいません。なるほどなるほど、本当に勉強になりました。ちょっとあのごめんなさい、僕なんてもう本当ギターしか弾けないんで、ちょっとギター弾こうかな。もうなんかもうダメだ。さあもうちょっとダメですね。いやちょっとね、なんかちょっと勉強になったわ。みんなもためになったんじゃないのこれ。いやもうちょっとね、あの姿勢とかいいよね、うん、普通のほらあの別にね、あのなんか演技とかじゃなくてさ、あのなんていうの、ね、はい、普段からさ、はい、こう姿勢よくする、はい、だってマスバ君って姿勢いいじゃん普段から。なんか、ね、まあ、気をつけてありますね。僕も姿勢いいですよ。ロフィーとかさ、やっぱりこう俺らもそギターとかもそうだけど姿勢悪いもんね。やっぱりこうなっちゃう。役の中でね、姿勢が悪い役って言ったら姿勢悪い役やんなきゃいけないし。なるほどなるほど。姿勢悪い役や、ちょっとどんな感じですか。姿勢悪い役、うん、姿勢悪い、なんか引きこもってなんかこうずっと出てくる。引きこもりなんか演出多いなそれ。わかんない、ちょっと難しいんですけど。強し、部屋から出てきなさい。あんた昨日から何も食べてないわよ。いいから帰って。何めちゃめちゃいいな。やっぱすごいな。いやちょっとすごいな、本当にちょっとやっぱりプロってすごいね。、うん、いややっぱりね、あの松原君はあの、はい、いつの間にかね僕たちとは違う世界の、はい、あのに、うん、の星になっていた。なるほど。そういうことですね。ちょっとごめんなさい、はい、全然コメント読んでなかった。時代劇みたいになんか違う気が。まあ笑わせないで。スタッフさん笑ってる。貫禄がある、勉強になりました。過去一有意義な放送。うちら何にも有意義な放送してないからね、いつも、まあ、ね、激しく笑った、うん、サイキックチャレンジ良かった、良かった、コントに向いてお勉強になりました。いや素晴らしいね。いや素晴らしいですね。ヨッフィーママって何これ。ヨッフィーママ、引きこもりしようね。そうそう、ご飯ね、あ、ちょっと持ってきてくれた、はい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 、なるほどね。そっかそっか。いやもう何やかんやでもう8時50分過ぎましたね。いい時間ですね。結構尺使ったね。いやいやいや、まあここでね、あの先ほどね、はいはい、豪快ちゃん歌ってもらいましたけれども、はい、やっぱりね、ま、僕は松原くんの特撮ソングが大好きなんですよね。ね、ぜひあのウルトラ方面の曲をね、はい、一緒にセッションさせていただきたいなと、うん、ちょうどウルトラマンコスモスが、うん、今年20周年ということで、はい、まあ、ウルトラマンメビウスも15周年なんですけども、あ、まあ、コロナ禍じゃなければいろいろとライブもできたかもしれないっていうような状況の中、はいはい、まあ、最近はいろいろライブで歌わせていただいたりもしてるんですが、うんうん、今日はですね、あのサイラバ TV に出させて、サイラバ TV ですかこれ、はい、はい、そうですよ、はいはい、出させていただいて、はい、ジョーさんもいらっしゃるので、はい、アコギバージョンの、ね、ウルトラマンコスモスの主題歌スピリッツをお届けしたいと思います、うん、はい、じゃあ行きますよ、行きましょう、いいですか、はい、行きます。コスモス、一つの世界、僕
僕たちはきっとつながっている。コスモス頑張るから It's alright 君に見える光のパワー、それが未来。コスモスどんな時も What are we right 本当は敵松原くんとがっつり本当です、ね、歌えて嬉しい。ユニゾンとか気持ちいいですもん、ね、なんかバッチリで。いやいやいや、ジョーさんのギターの安定感といい、本当に、うん、いや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 、楽しかったですね。楽しかった。ちょっと、はい、コメントいただいてますね、ま、あ、かっこいいです、かっこいいです。特歌行きたい、うん、コスモスはリアルタイムはいろいろ大変だったな、ね、豪華すぎるセッション。松原くんあれだもんね、いつもあの五条さんとやってるからなかなか特歌そうです、ね、来てくれないよね、うん、西尾さんに頼んでみよう。プロってすごいな。歯も心地よき、かっこいい。耳服ってあれか、あの耳が。アコギバージョン、いい。神々の遊び、神々じゃないです、うん、声の響きが綺麗です。ギターに力入ってますね。すいません、なんだか贅沢。パチパチパチ。なんかね、今日あのこの収録の前にあれですよ、 TTFC 用のね、あのサイキックラバー TV の収録もしたので、はいはいはい、ぜひね、まあこれ年内には放送というか配信されますので、はい、そちらも楽しみにねしていただきたいなと思いますよ。いやいやいや、はい、今日はなんかちょっといろいろなんかありがとうございました。いや、勉強になりました。いやいや、なんかどうでしたか、どうでした、こんな。そうですね、いや、めちゃめちゃ楽しくて、うん、こんなあの公開演技指導的なことをやったのも初めてなんですけどあの僕もノリでやってるんで全て忘れてください、はい、まあ生放送なんで、ね、そうです、ね、生放送で ね、まあまあ、はい、今日はね生徒の質が悪すぎる。いや、そうだね、生徒の言うこと聞かないしね、単純にね。そうですね、はい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 、はい、それでね、ちょっとじゃあもう、じゃあそろそろ ね、はい、恒例のスーパー告知タイムいってみましょうか、はい、サイキックラバーオフィシャルファンクラブサイキックマニア、絶賛会員募集中です。サイキックマニアではオリジナル会員証の発行、ライブイベントのチケット先行、メルマガ、バースデーメールの配信などなど、会員限定のライブやイベント参加資格、これでもかというくらい盛りだくさんな会員特典がありますよ。最近はね、毎月1回、はい、あのファン、サイキックマニア向けオンリーの配信の、ライブやってます。向けって言ったら何言ってんのかと思った。あ、サイキックマニア向けね、はい、サイキックマニアだけのね、そうそうですね、はい、オンリーな配信もありますので、はい、まあ、ブログも書いておりますよ、はい、僕あの各週月曜日に書いておりますのでね、うん、はい、はい、じゃあちょっと松葉君もじゃんじゃんちょっと宣伝告知等々お願いします。お願いします、はい、まあ、近いところですとスーパー戦隊スピリッツ2021、うん、11月6日の土曜日、僕はですね、はい、テップ東京に出演します、はい、そしてミュージカル人間泥棒元小泥棒の夢に出演します。こちらはですね、大阪の、福島駅にあります ABC ホールというところなんですが、まさにクリスマス、12月23日から26日までダブルキャストで、出演いたします。関西方面の方ぜひチェックしていてください。そして天豪怪者、11月12日より期間限定上演、そして、2022年3月9日よりブルーレイ DVD 発売になりますので、ぜひ、
見に来てください、ね、サンキューの日に、はい、そして天豪カイジャー主題歌情報、はいはい、ね、こちらはもうヨフィーも松葉くんも歌ってて、うん、ね、まあ、僕私もギターでね、ギター弾いております。これ、ね、豪快じゃ以降、うん、オープニングエンディングの主題歌をね担当したアーティストが、まあ、ドットアールの中からこう、ね、そう実はそうなんですね、ダダダーンとこうやったという感じですけど ね、なのでこれまで歌ってた、まあ、あの担当してた戦隊が変わったりとかしてますよ、うん、ね、だって僕の真剣さまでちゃんと捉えましたヨフィーに、うん、ついに捉えちゃいました、ちゃんとしたね、ちゃんとした持ち主のもとに帰ってきた、まあ、まあ、俺別に歌手じゃねえかなと、ね、まあ、まあ、これね、もうジョーもギター弾いてるということで、はいはい、はい、これ楽しみですね、これ皆さんに届くの、スーパー戦隊ヒーローゲッター天豪カイジャーバージョンですね、はい、ね、これレコーディングも楽しかったしな、楽しかった、うん、さあそしてそして、はい、スーパー戦隊シリーズ第45作機械戦隊ゼンカイジャーのね、これはあれですね、ミニアルバム、うん、1、これにね、五条真由美さん&サイキックラバーでコラボレーションしておりますブルマジーンのロボ曲コンビネーションブルマジーン、こちら配信もねされてますので、ぜひチェックしてください。はい、はい、で私、うん、結構いろいろ弾かせてもらってまして、チェンジ全開、全開じゃコンビネーションブルマジーン、海賊の歌全開型イジラガモン、あと、うん、あの佐々木勲さんと堀江美紗さんのデュエット曲もね弾かせていただいたりとかですね、うん、いろいろ、弾かせていただいております。ちょっと 上から順に行きましょうかね、うん、はい、じゃあちょっとミニアルバム、はいはいはい、おですね、松原くんの、はい、ね、あ、ミニアルバム、うん、機械戦隊ゼンカイジャー2に収録されているレッツゴースーパーツーカイザー、うん、を歌っています。はい、はい、これかっこいい曲だよね、いい歌ですよ ね、うん、いいですよね、ちょっとなんだろう、あのゴーカイジャーを思わせる、そう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 、ね、そうなんです。でその中に入ってるですね、高橋くんの歌はパワーアップスーパーゼンカイザーも僕がギターで参加しております、すいません、なんかシャシャイ出て、はい、そんなそんなさあ次行ってください、はい、はい、スーパー戦隊シリーズ第14、ああそっかそっか、うん、はい、ゼンカイジャーのね、はい、ミニアルバム、これ3じゃなくて3なのかな、うん、3なんだろうね、うん、はい、今発売中ですね、はい、ステイシーソーという曲、はい、ステイシーこと瀬古口くんがですね歌っております。この曲を、はいはい、作曲&編曲させていただきました、はい、なんとね、うん、これ瀬古口くんが初めてメロディーのある曲をレコーディングしたと、おラップはね、なんかねこういろいろノリノリで、ね、やってらっしゃったらしいんですけれどもなるほど、ちょっとね、何事もね初めての現場に、うん、居合わせるってすごい貴重じゃないですか、まあ、誰しも初めてがあったわけだ ね、うん、だでもね本当初めてだとは思えないくらいね、はいはいはい、熱心ですごく取り組んでくれて、なかなかいい作品に仕上がってますので、チェックしてくださいね、はい、で、はい、同じアルバムに入ってですね、うん、すいませんね、山形幸男さんが歌うネバーギブアップスーパー全開王ジュラン、こちらも参加しております、はい、あ、これ大石くんの曲だよね。そうですね、これはもうすごいよ、うん、山形さんの歌が聞いた聞いた、もうすごいガオガオ言ってます、うん、ガオガオってことないかこの3のアルバムは遠藤さんの歌とかさ、いろいろ入ってて、ね、うん、聞きどころが面白いですね、うん、昨日発売されたばっかですね、うん、はい、ここも聞きました、はい、そして次は、うん、あ、これが4ですね、4ですね、 4がですね11月10日発売、こちらがですね、あ、これ僕がギターで参加してるんですね、うん、全部ね、ダイヤル回せ全力全開を櫛田明さんですね、で、ですね、こちらがヒーローズビーアンビシャスが影山さんの曲ですね、そして、カラフルワンダフルが五色田やつでさんこと、榊原郁恵さんが歌われる曲ですね、こちらが11月10日発売です。いいな、もういろいろちょっとね、会えた、ご本人に会えた、いやいや僕はもうほんとギター入れてるだけなんで、会いたい、はい、会いたい、なんか、ね、大型イベントで楽屋に挨拶行きたいな、うん、ね、あ、行きたい ね、 行きたいですよね、ちょっと行くときは俺誘ってます、はい、はい、ヨフィーのイベント情報ですよ、はいはい、11月7日の方のスーパー戦隊スピリッツ出させていただきます、はい、そして12月4日これね、グランロデオなどのサポートでおなじみでしたバルさんというねドラマーの方と一緒にセッションバンドで、遊んでます、ビミンファイブというねセッションバンドで有観客ライブ、詳細未定なんですけども早稲田の理念というねライブハウスであります、はいはい、そして年明けて、これは僕の2022年、うん、第1弾のイベントですね、1月16日、SHS ボリューム15、名古屋の今池グローというライブハウスで、ヒーローソングを目いっぱい歌いますので、松原くんもこのイベントね前回出てて楽しかったですよ、スーパーヒーローソング1時間くらい歌ったんでしょ、松原くん、うん、みんなと歌う曲も含めてですけど ね、なかなかねゲストの持ち時間がもうたっぷりくれるイベントなんで、うん、はい、リリース情報はね、イケてるハーツという、女性アイドルグループ In the Name of Love 愛という名のもとにというね、僕がさ
作詞作曲、大石くんがね、アレンジしてますけども、うん、このナンバー11月9日カップリングとしてリリースされますので、チェックしてくださいね。はい、はい、私ギターで参加作品が出てきて、うん、まあ、スパロボ30周年の女性、うん、主人公テーマソング、うん、デバインビースト、これマリフォチューンズの4人が歌ってますね、うん、こちら美里亜紀ちゃんが作詞してるんだ。これが昨日ゲームリリースになりましたね。これあのギターでワンワン弾かせていただいております。そしてですね、中京テレビ PS 純金ゴールド9月度のエンディング曲レッドゾーン、こちら、うん、あのボイメンのね、あの弟分グループの BEMK の楽曲で、うん、になりますね。これが出たばっかりということでね、うん、これはジョーが作った曲だ。あ、ごめんなさい、これギター弾いてますね。ギター、ね、一番ギターですから、はい、さあそんな感じです。はい、あ、そしてこれですよ、はい、忘れちゃならねえ、はいはいはい、有観客音頭配信ライブね、大好評でした、はい、ザ・ゴールドエクスペリエンス、はい、配信アーカイブ視聴期間がね、うん、10月30日の、うん、23時59分までですので、はい、ぜひ、チケット発売中です。チェックしてください、ね、ノーカットになります、うん、よろしく。はい、そしてですね、最後にあれですね、東映特撮ファンクラブ、この番組 TTFC バンジョーが配信されております。こちらは TTFC 会員のみ視聴できるようになっております。皆さんチェックよろしくお願いします、はい、というわけで、ね、長々とありがとうございました。ありがとうございました、ね、いよいよお別れのお時間ですけども、ね、はい、もう怒涛の告知でしたけどね。そうですね、この番組では皆さんからお便り募集しております、ね、うん、宛先のアドレスが変更になりました。アドレスはですね、はい、info@psychic-mania.com になります。はい、そしてこの番組アーカイブ残りますからね、ぜひぜひ何回も見てください。過去の配信分もね、絶賛配信中ですので、はい、はい、次回の放送はこれは決まってないんですね。はい、またね、はい、お知らせしたいと思いますので、はい、まあ、松原くんもね、また、はい、新あの告知がなくても遊びに来てほしいなと思いますけども、はい、ね、もう二度と行かねえとか思ってるかもしれないですけど、定期的にね、はいはい、あのやっぱ演技をレクチャーしてもらわないと。そうですね、積み上がっていくことが大事ですけれどもね。あ、そうね、ごめんなさい、ごめんなさい、僕は11月13日に宮崎あゆみさんのサポート抜けてました、ごめんなさい、告知、ね、してください。いや、あのお客さんが教えてくれた。でもね、違う、あのねキャンセル待ちだって言ってたから、うん、もう売れちゃってるんだよね。あ、そうなんだ、ね、そうそうそう、うん、そうそうそう、はい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 、ごめんなさい、すっかりでした。あ、来月ですね、それはね、うんうん、はい、やりますね、ごめんなさい、はい、はい、まあね、また ね、いろいろ有観客でさ、楽しかった、こうみんなとね会えるような機会がどんどんね、うん、また増えていくといいなと。そうですね、そろそろじゃないですか。ですよね、うん、ものすごく楽しかった、笑ってコメント入れられなかった。そうだよね、見ててさ、コメント入れるの大変だよね。ゲスト様でこんなにも変わる。そう、ゲスト様がいるとちゃんとやろうっていう気になるんだよ、ちょっとね。いや、いや、それはゲストでおかげですよ。もう松原くんの、はい、やっぱりね、講師が良かった、ね。いやいや、なるほどね。うん、ね、毎日配信機でも飽きない、告知盛りだくさん。嬉しい。はい、ありがとうございます。いや、全部読んでますよ。ちょっとね、時間、オーバーしちゃいましたけれども、はい、またね、はい、楽しい配信、皆さんにお届けできたらと思っております。ということで、ちょっと待って、うん、さりげなく南條さんが視聴してるってどこに？南條さん？うん。え？南條さんが視聴してるって書いてあるよ、なんか。え？あ、さりげなく南條さんが視聴した。なんかありがとうございます。すみません。そうなの？そうなんじゃない？わかんないけど。そうなの？うん、でもここ書いてあるよ。おー、またゲストにね。いいよ。来ていただいて、今度はヨフィのあの胸板に、それはちょっと歌えなくなっちゃうからね、あのパンチを入れていただいてね、はい、はい、ね、ということで今日はもうサイキックラバー的にあのビートル一色でしたけれども、はい、ね、はい、ということで、またお会いしましょう。お相手は、サイキックラバーボーカリストヨフィと、はい、ギターのジョーとゲスト松原剛でした。天豪会じゃ見てね、見てね、ありがとうございました。バイバイ、Let's go, let's go, 会社 Go, go, let's go, let's 勝ちを取れ。